三つ出てですね、一つが維新の調査ですね。はい、このように調査結果が出ました。そして、えー、もう一つは公明です。はい、公明党の調査はこう。そしてですね、えー、自民党の調査というのがあります。はい、えー、で、これをですね、ちょっと私まとめたので、えー、それを見ていきたいと思うんですが、はい。えー、これはですね、 えー、はい。これ、まず、維新の調査ですね、えー。ここがですね、42万というのは、これ、江東区のですね、この、有権者の数です。そして58、58%というのがあ、これが前回のですね、投票率ですね。はい。えーまあ、今回もそんなに大きく変わらないだろうということで、まあおよそ6割の人が、まあ、選挙に行くだろうというふうに見られています。そして、えー、その場合、実際の投票総数は2十。 5万票ぐらいになるということでですね。はい。えー、まあ、これを、まあ、ベースにですね、どの候補者がどれぐらい票を取るかという話なんですが、まず、これ、維新の調査の結果、立憲の候補者15.6%、そして維新が10.2、えー、韻山明り9.2%、そして共産7.8%。これはですね、えー、共産はもう候補者を下げてますんで、まあ、その下げる前の調査ということで、はい。まあ、この7.8が、まあ、そっくりそのまんま立憲に、 まあ、上乗せされるとも限らないんですけども、まあ、大部分は立憲の表に行くという感じがしますね。そして音、乙竹7.5%、須藤元気4.4%、そして、秋元すかさん3%、吉川、候補甲は2.2%と。 まあ、いうふうにですね、このような、情勢というふうに、まあ、維新の調査ではこう見てます。で、これがですね、すべてある説を59.5%で、残りはですね、まだ、どこに投票するか決めてないという人たちですね。まあ、その、今決めてないという人たちもですね、まあ、この、えー、今のパーセンテージに、沿ってですね、投票するとなると、この100%に換算した場合ですね、まあ、このような、結果になります。はい、えー、立憲の候補は26%、4分の1以上取るという感じですね。 はい。えー、そして一番下の賛成とこうは3.7%と。で、これを票数に、えーえー、表すとですね、堺立憲国校6万4000票で1通過というふうに出てますね。で、これ共産はこれもう出馬しないんで3万2000。これもですね、立憲に足されるとなると、おおよそ10万票のですね、まあ圧勝、立憲共産と圧勝というような、 えー、調査結果が出てます。はい。まあ、これ、維新というのはですね、これ、立憲とかなりバチバチやってる政党なんで、まあ,あ、その調査なんでね、その、維新の支持者だけに聞いてるわけではないと思うんですけども、まあ、比較的そういう傾向が出やすいんじゃないかという調査で、ここまで立憲に、まあ、あね、こう、差をつけられているというのはですね、まあ、かなり今回の選挙でですね、 ええー、まあ、未だにやっぱ自民党のね、その、ライバル候補というのは立憲っていうイメージが強いんだなという感じしますね。はい。東京15区は自民党の議員があ公職選挙法を違反して、えー、議員を辞めさせられて、えー、行われてる補選になりますから、まあ、なおさらですね、その、アンチ自民に票が集まりやすいといったところもあってですね。はい。えー、立憲が強いという感じですね。 えー、で、えー、飯山明か氏が3万8000票ということでですね、これおそらくですね、高橋洋一氏がですね、この今回の選挙で、えー、飯山明か氏はまあ4、5万票を取る、5万票を取るというふうに予測してましたね。はい。まあこれはですね、おそらく維新の調査を元に言ってたんじゃないかなと。まあ本人的にですね、なぜそう、飯山氏が5万票なのかという説明は一切なかったんですけども、 はいえーまあ、今回の調査でですね、その一番飯山氏が票を取るであろうとされたのが、この維新の調査で、まあ、高橋洋一氏は維新のね、顧問もやってますから、はいえー、維新と非常に近いんで、えー、まあそこの調査も共有してただろうということでですね。 はい。えー、まあ、これをもとにそういうことを言って3万8000票と出てるんですが、まあ、えー、日本保守党を支持してるし、まあ、4万5万というふうにね、まあ、ちょっとこうね、色つけて言ったのかなという感じしますね。はい。えー、まあ、そういう感じでですね、こういうふうな、まあ、結果が出てるという感じです。えー、でですね、はい、これ、公明の調査です、えー。公明はですね、これ、立憲13%、そして、維新9、え飯、ー、山会氏2、 えー、共産賛5。まあ、これはもう抜けてるんで、立憲に上乗せ,上乗せですね。えー、そして音だ武10、須藤10という感じですね。はい。えー、まあ、これを、表数で表すとですね。 えー、立憲、えー、共産合わせて、まあ、ここでもやはり9万票が、まあ、集まってるという感じしますね。まあ、前回の選挙でですね、当選したのが7万6千票ぐらいだったと思うんで、まあ、それを上回る、まあ、今回はですね、候補者が結構乱立してるんで、本命不在というふうに言われてるんで、票が分散するというふうに見られてるんですが、 えー、意外と立憲共産のですね、ぶっちぎりでですね、えー、票をさえて、えー、当選という風になるかもしれません。えー、そして維新が4万5千票。そして飯山明氏1万票。これがですね、結構違うところですね。先ほどの維新の結果とは。はい。えー、 まあそういうことでですね。あとは音竹と須藤元気は同じぐらいと。まあ私はですね、これはあんまり下馬評が高くないんですが、須藤元気はですね、地元であり、えー、現役参院議員があ衆院選に出馬してきてるんで、まあ、結構ですね、強い候補だというふうに、えー、見てます。はい。まあなので、この後、まあないと思いますけど、音竹が降りて、須藤元気に、 えの応援に回るとかがあったら、まあ、結構ですね、こう、わからなくなるなという感じなんですけども、はい、えー、まあ、さすがにそれもないかなと。まあ、今回、乙けはですね、東京15区で当選できなかったら、もう政治家にはなれないだろうなという感じですね。まあ、地方議員であ、ぐらいであればですね、その、一部の支持者からの票で当選できるかもしれませんが、はい、えー、まあ、あ 最初の不倫報道からしばらく経った、まあ今に至るまでね、えー、それでもあ,あまりちょっと人気が上昇してないと、えー、選挙の場ではあまり票が集まらなそうだということであれば、ちょっとですね、この先の選挙も厳しいんじゃないのかなとまあいうような気がしますね。そしてですね、はい、これが自民党の調査ですね。えー、立憲18、維新15、乙武11、須藤元気9、えー、秋元司3、 えー、賛成党5、飯山明2、えー、そして根本という、これ翼の党1位ということで、えー、これを、まあ、票数に表すとこうなりますね。はい、これはもう共産の候補者はいないんで、まあ、立憲がこれだけの票を取るだろうという感じです、まあ、今までより、えー、まあ、少なめなんですが、それでもトップですね。6万9千で、まあ、約7万、結構リアルなところですね。7万票ぐらい取って、えーまあ、当選するみたいなのがですね、まあ、今回の、 ええー、まあ、結果になりそうな気もするとこなんですが、えー、そして維新。やっぱり2番手は維新なんですね。はい、5万7千票と。そして、えー、音乙武、須藤元気という感じで、まあ、ここでもですね、音武、須藤元気結構強いですね。えー、維新の調査ではですね、えー、まあ、飯山明が3番手、えー、そして、まあ、乙武、えー、はあるけど、まあ、須藤元気はあんまり伸びないみたいな感じだったんですけれども、 えー、公明の調査ではですね、えー、まあ、あいい、まあ、氏は結構、まあ、下ですね。そして、須藤元気が、あ音だけと同じぐらいと。公明というのは結構ですね、侮れなくてですね、こういう調査というのはしっかりやってくるところもあるようなので、 はい。えーまあ、今回のですね、その、情勢調査でもですね、えー、かなり現実、結果に近い数字を出している可能性もあるという感じですね。そして自民でも、まあ、乙武と須藤元気は同じぐらい。そして飯山明氏は、まあ,あ、下の方ということでですね。はい。 えー、まあ、このね、その結構このとこ点がですね、各党の調査で違うところで、まあ実際の選挙結果と照らし合わせてですね、まあどこが一番こう、現実結果に近かったなというところもですね、えー、見てみたいなというところなんですけども、はい。えー、で、秋元司に1万1000票と。<笑><笑>まあ、これも結構リアルなとこだなって気しますね。 えー、あ今回の東京地獄で秋、有罪判決実、実刑判決受けてるですね。秋元に投票するとての、まあ、かなり、まあもうガチガチの組織票か、愉快犯しかいないんじゃないかっていう気がするんで。えー、いくら自民党支持者、元自民党の議員であってもね、実刑判決食らってるやつをね、票を入れたりしないでしょうっていうところありますから。 はい、えーまあ、そんな感じでね、参、まあ、政党、自民の調査では、参政党の吉川候補があ、まあえー、約2万票という結果が出てますんで、まあ、あー飯山亜理氏と参政党のですね、ま新、あ、興政党対決と、どちらが票を取るのかというのもですね、まあ、注目されるところですね。はい、まあ、そんな感じで、ですね、まあ各,々の各党の調査というのが出てですね、 えーまあ、多少ばらつきはあるんですけれども、いずれも立憲の、えー、候補者が強い2位は維新。そして音武はあ、まあ、3番手以下ということでですね、えーまあ。そういう結果が出てきているという感じですかね。はいえーまあ、実際の選挙はね、まだ告示もされてない段階なんで、えー、蓋を開けてみないとわからないといったところがあるわけなんですけれども。 はい、東京、中国、一体この後どうなっていくのかというところですね、注目していきたいというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。